キングダムエデュケーションクリスチャンライフの担当の藤田恵子です私は JCM の代表しています JCM は教会教育の分野で地域教会に使えています、えー、今日の学びはほんまかいな知りたいねんの29回目、えー、イエス様を信じたらどうなるパート3です今日はあがないということについて考えていきましょう イエス様を信じたらどうなる今日はパート3です今まで何を学んだかちょっと見ていきましょうまず1義と認められる2新しく生まれる3神様の子供となる神の家族の一員となる4霊的なバプテスマ精霊によるバプテスマ5精霊がクリスチャンのうちに住んでくださる 聖霊の勝因そして今日は7「贖がない」ということについて学びたいと思います。贖がないこれはクリスチャン用語ですね。普段はあまり使わないのでなかなか理解するのが難しい言葉です。英語でもこの「贖がない」という言葉を2種類の単語を使って言っています。まず「贖がない」「リデンプション」という言葉ですね。 これはえキリストにある神様の働きにより人をその罪と罰また罪の力から救うこと買い戻しをすることですねこれは奴隷市場で奴隷を買う時にお金を支払って身の代金もしくは代価を払って奴隷を買い取る買い戻すっていうことですね。でそれが一つのののリデンンプショというものとこの 買い戻したことによってその人が自由にされるもう奴隷ではなくなるという意味ですね。もう一つの言葉は、えー、償い身代金を払うという意味でリディームという言葉がありますこれは身代金を払って人を罪の罰から救うという意味があります。ですからどちらかというとこの2つの単語が使われているので、まあ、日本語では「 ほとんどこの「あがない」という同じ言葉を使ってるんですが、まあ、英語では2種類「リデンプション」「リディーム」という言葉なんですがでもこのギリシャ語ではまた違う別の単語を2つ使ってるんですねただこの「リデンプション」はこの単語とか「リディーム」はこの単語っていうのと合ってないんです。ですから本当にこの意味の内容について英語でもって「 このリディームの方がふさわしいリデンプションの方がふさわしいっていうふうにやっていますが日本語ではあがないというほとんどあがないという一つの言葉を使っていますまあ時々買い戻すというような言葉を使う場合もありますけれどもでも覚えていただきたいのは2つの意味がある第三者が代価を払ってそしてその奴隷を買い戻すということとその買い戻した奴隷は自由になる ということですねこの2つの意味があるということを覚えていてくださいまず神様はがもともと作られたんですけれども人間を作られたんですけれどもアダムとエヴァは罪を犯してから人に罪っていうものが入って生まれた時から罪の性質を持っていますそして誰かららもも教えられなくてて罪を犯してしまうわけですねそしてその結果神様から裁きを受けるものに 定められていたこれが人のこの現状でしたねでも神様はそこから何とか救いたいということでこの贖がないということをされました、えー、っとローマ7章14節の後半にはこう書いてますですから人は本当に罪の下に置かれてるんだ罪の奴隷となってるんだということを言っています。 また、ローマ3章23節には全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと書いてます。神様、この栄誉を受けることができるっていうことは、神の基準には足らないというも言葉なんですね。で、皆さん、あの夏休みだとこう遊園地に行ったりする機会があるかもしれませんが、ジェットコースターだとか、何か特別なその危険な乗り物の時はですね。こうやって指みたいなのがあって、ここの？ 背よりもあなたが高ければいいけどもこの背より低い人はこの乗り物には乗れませんよっていうのがあるんですねでこれはこの「基準としてて決めているものなわけですで神の基準」っていうのはこの「この神の栄誉を受けることができると神の基準に足らない」っていうことなんですが神の基準に「あ1センチ足りなかった」とか「1 0ンチ足りなかった」というレベルじゃないんです。神のの基準は非常に高いので もうなんて言いましょううかねもう神の基準が 1m20cm ーーだとすると私たちがアリンコみたいなものでですねもう全然何ミリなので全くその神の基準には満たしていませんということで私たちがいくら努力をしても何か良い行いをしても神様の基準には達することができない、まあ、滅びることに定められた罪人であるという状況が私たちの状況でした。 そして、この贖い、そこから、こう救い出すには、この先ほど代価を払うと言いましたけれども。旧約の中でも、その方として、いろんなものが、えー、あるんです。その中の一つを、今日見たいと思います。出エジプト記、十三章の十四節、十五節の中に、こうあります。主は、力強い御手によって、私たちを奴隷の家、エジプトから連れ出された。 パロが私たちをなかなか行かせなかった時主はエジプトの地の遺語をはじめ家畜の遺語に至るまで皆殺されたこれはどういうことでしょうかイスラエルが奴隷というところから贖がない出されるためにエジプトのウイゴがみんな殺された犠牲となったんだよそしてその結果あのイスラエルの民は奴隷から解放された 贖い出されたということになっているわけですね。まあ、あの代価っていうのが、本当に死を意味するということが、ここでも出てきますね。では、二つ目は、えー、この贖いっていうのは、イエス様の十字架と復活の御業によって、まあ、贖いが完成したということです。どういうことでしょうか。人間は罪を犯しました。そして、神様は立法を与えて、罪が何であるか示されました。 そして罪を犯した者はその罪に対して神様にこの罰を受けないように代わりに生贄を捧げま,すまあ羊だとかですねまあ牛もありますかね頭に手を置いて私はこういつう罪を犯しましたと言ってその羊のを殺して自分の罪を許してもらうということをするわけですね。ででもももそういういののをを毎毎年毎年やっても人間は罪を犯し続けるので 結果的にそれは完全なあの、私たちに対する贖いをするものではなかったんです。ですから、神様は完全な贖いとしてイエス様という方を連れてきま送ってくださいました。マタイ20章28節にはこう書いてあります。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人々のための。 贖いの代価として、自分の命を与えるため、与えるためであるのと同じです。また、ヘブル9章12節にはまたヤギと子羊との血によってではなく、ご自分の血によって。ただ一度真の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。とで、ここで書いているのはイエス様が。 永遠にもう何回も何回も生贄を捧げて私たちを贖がない出すっていうことじゃなくてたった一度イエス様は完全な代価として死んでくださって命を捧げてくださったことによって贖がないを完了してくださったということですね。またローマ3章24節の後半にはただの「神の恵みによりキリストイエスによる贖がないのゆえに」 値なしに義と認められるのですまたガラティア3章13節キリストは私たちのために呪われた者となって私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました」。 でここに書いてあるのはイエス様が私たちのために命を捧げてくださったことによって私たちは何の代価も払わないで弁償もしないで身の代金も払わないで私たちは義と認められるまたそこから助け出されるということですまた自由にされるということが起こったわけですね。でもそれははは私たちは払っていいませんがイエス様は命という代価を 私たたたちののめに払っってくださったのですそしてその代価は神様にとって満足いくものでしたからそのたった一回のイエス様の死を通して私たちはあがなわれる救い出されるということになりました。えー、っとでは3つ目。 あがいは罪人がイエススキリストを自分の主であり救い主でり救として信じるるににそのの人に与えられるものですつまりあがないイエス様は十字架にかかって死んでくださいましたもう奴隷から解放されるんですよということなんですがそれは全ての人のためにイエス様はしてくださいましたでも全ての人が自動的にあがなわれるわけではありませんイエス様が十字架にかかって死なれたのは 私を贖うため私を救い出すためですということを信じて救い主ですこの方は私の救い主ですと信じたら罪が許していただいてあがなわれるということがあるわけですね。えー、っとルカの福音書の2章38節にはエルサレムのあがないを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。これは イエス様が生まれてすすぐのことですよね彼らはあがないを待ち望んで本当にどうやったら私たちは解放されるのか人々は待ち望んでたでそれはこの幼子なんだよこれは誰のことかイエス様のことでしたまたテトス2章14節にはキリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは私たちを全ての不法からあがないだし 良い技にに熱心なご自分の民をご自自分分ののをたために清めるため清るであるこれは何のために私たちを奴隷から罪の奴隷から贖がないだして救い出してくださったのかそれは何も私たちがまた自分勝手に歩むためではなくこの良い技に熱心なご自分のためをご自分のために清めるためつまりもともと神様は私たちを作られた方です。 私たちを愛して私たちの素晴らしい交わりを持ちたいと願っていたわけですねでも罪が入ってもう罪の奴隷となってしまったそれを贖い出したらまたご自分のものにしようとすることそしてまた神様と人が良い関係を持つことができるようにそしてここに書いているように良い技に熱心なものになるように私たちは何のために作られたか 神様の栄光を表すために作られたわけですから神様のために生きれるように神様は私たちを贖い出してくださいました第一ペテロ一章十八節十九節はこう書いてますご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは金や銀のような朽ちるものによらず傷もなく汚れもない 子羊ののようなキリストのた,っとい気によったのえす。またヘブル9章15節、こういうわけでキリストは新しい契約の時の仲介者です」それは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。 これはちょっとね言葉として難しいんですが贖がない出されたのはどあの金とか銀とかそういうねものではなくてイエス様の血による契約でですすとということですそしてそれは「血による契約」っていうのは神様がもう本当に最初の段階から生贄を捧げるそれによって罪を許すという神様のこの契約の完成ですねそして永遠の資産の約束永遠に救われるんだ。 もう贖われたものはもうそこからもう一度罪の奴隷になるということはないんです一度罪の奴隷から本当に贖い出されそこから救い出されて今度は神様のものとなったものは二度と罪に奪われるようなことはないということですねでそのことを言っていますでは次に4つ目ですイエス様が再臨されたとき 地上から人が救い出されて天国へ行く栄光の体に変えられるこれも「贖がない」というふうに言っているということですね。この「贖がない」っていうのはこの罪の奴隷から救い出されるっていうことも一つですが地上は罪がはびこっていていろんな苦しみ悩みいろんなものがありますよね。でもそこから私たちが完全に救われる。 取り出されて素晴らしい神様のの約束の地天国に行くことができるこれもあの肉体という意味で考えると「贖がない」ということになりますね。エペソ1章14節「精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です」。これは神の民の贖がないのためであり神の栄光が褒めたたえられるためですと。 これは本当に天国に行くことができるというその印ですね。また、ルカ21章28節これらのことが起こり始めたら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。もうイエス様が迎えに来られるね。私たちがもう生きたまま素晴らしいことにですね。一瞬にして、あのキリストの似た体ってキリストの蘇ったキリストの体を私たちもいただいて天に。 行くというねまあ、体が肉体が贖われるその本当にその時が近づいたということを知りなさいっていうことを言っています、えー、ローマ8章23節の後半では私たちの体の贖われることを待ち望んでいますというふうに書いてますねですから本当にあのまあ私たちもね あのまあ、私も普段の生活の中でね神様のためにもっと生きたいなもっと神様のために時間を使いたいなってこう思ってるんです考えてるんです医師はそうしてるところが体は怠け者なんですねすぐ眠たいな慣れてきたなまあいいかななんていうふうな形でこうもっとちゃんとやりたいとかって思ってもなかなか言うことを聞きません。意も弱くすぐ罪の誘惑に負けててしまって あまた無駄に時間を過ごしちゃったなぁとまあ私は本当にねあの告白しますがインターネットダメですね <laughs> もういろんな情報を見ちゃってあまたこんだけ時間を無駄に過ごしたと思ってしまうんですもちろん必要な情報もありますでも結構いらない情報を見てますねですからそういう意味では無さぼっているでこれはこの肉体のこの あかななわれていないまだ罪の誘惑がいっぱいあるこのところでまあねイエス様によって変えられてはいますが新しく生まれてはいますがいろんなこ,うことが起こってきてしまうわけですねだから本当の意味であがなわれてもう罪の性質が完全になくなって天国に行ける状態を本当に私自身待ち望んでいます。でででははつ目ですす自由にされたたのの神様の奴隷として生きるため第一 7章の23節にこう書いてますあなた方は代価を持ってかわれたのです人間の奴隷となってはいけません私たちは神イエス様の命という代価で買い取られたわけですからもうそこからまた奴隷になってはいけませんローマ6章18節罪から解放されて義の奴隷となったのですローマ6章22節しかし今は 罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのですその行き着くところは永遠の命ですそうなんですね何度も言いました奴隷の状態でした私たちは罪の奴隷ですですから罪を犯すことにはもう何の問題もなくいっぱいできてしまうなぜかってもう罪の奴隷ですから主人にはいはい罪を犯しますよこれやりますかって言ってやってしまう ところがイエス様の命という代価が支掛られてもう罪の奴隷から完全に解放された買い戻されたんですねそして買い戻されて新しかし「神の奴隷」という言葉が使われてますが強制的に「あれをしろこれをしろ」って言って無知を持って神様が私たちを奴隷にするようなことはしません。 神様は私たたちに自由を与えられたんですだから私たち自分の意思自由でもって私は私を贖がいだしてくださった救い出してくださった買い戻してくださった神様に仕えたいんです神様の喜ばれることを選びたいんです神様のために何かさせてほしいんですと言って自主的にやる。ここれがが私たちがこの地上で 生きることが生きる目的と言ってもいいでしょうそのために私たちは救われたわけですそのために買い戻されたということですねあがないどうですか少し抽象的な言葉でしたけれどもよくわかったでしょうかあふ聞いてなあっそこのな中古やひどいんやでえどうしたんあんな 僕が持ってたグレーの T シャツ覚えてるかえ熊、ー、く,くんが持ってた T シャツうんーどんなやったかな僕は2個しか持ってへんにやから前に着てたやろあのグレーので1988とか書いてたやつああそういえば。 昔着とったなせやねんあの T シャツをな洗濯で干してたら風に吹き飛ばされて飛んでったんやえー、なくなったんうん2枚しかないのにでもなあの中古屋で見つけたんやえ よかったなあ見つかって。せやけど、ひどいんやで。あれ、僕のや、って言うたのに、返してくれへんにゃ。えぇ、ー、せやけど、同じような T シャツあるんじゃ、うん。ちゃう。あんな、僕がケチャップでつけた、シミもついてるし、イニシャルも、 ちほんであれはアメリカ製やからこの辺では売ってへんねんそっかせやけどな中古屋はな多分誰かから買うたんやろほんならお金払って買ってんやからやっぱり代金払わんとあかんのちゃうかうーんそうやねんじゃあから ほんまは僕のもんやし払う必要ないけどでも他の人に買われたら嫌やししやからもう一回お金払って買うたんや見てんどこどこああこれかなるほど1988 あーちゃんと書いてあるなうんだからもう一度買わなあかんかったからあの中古屋はひどいと思ったんやうんだけどそれは神様の贖がないと似てんなえっがないって何実はな神様が人を作ったやろうん。 で神様が人を作ってつまり人は神様のもんやろうん。せやけどアダムとエヴァが罪を犯してしもてから罪に支配されて罪の奴隷になってしまったんや。うん。せやからお風なんかも叩いたり悪いことするんやな。まあそれはええとして。はいはい。で 神様はなんとか私たちを天国に行けるようにしたいなと思ったわけ。それでどうしたかって。罪の奴隷やから奴隷の身の代金を払って買い戻してくれたんや。へえ買い戻す。神様のもんやのにもう一回神様のものにするためにお金を払って いうことかせやでせやけどそれはお金じゃなくてなイエス様の命えイエス様のそれは値段がつけられへんぐらい価値あるんちゃんそうやだから神様は人を本当に大切に思ってるんやせやからとってもとっても大切やから イエス様の命という代価を払って買い戻してくれたんやでうーんそうなんやでも僕今日は神様の気持ちちょっとわかったそっかだってほんまに大切にしてたらお金出してでもちょっとぐらい高かってもや やっぱり自分のもんにしたいと思うよな神様ってほんまに人を愛してんやなせやな今日はくまくんめっちゃくちゃいい子やなせやなきっと神様はくまくんのこと喜んでると思うで。い,い、い。うれしいな。いひいひ。 贖いということを今日は学んでいきましたけどもどうですかよく理解することができましたか贖がないっていうのは罪の奴隷だったところから第三者が代価を払って救い出してくれたそしてその救い出してくれただけじゃなくて自由を与えてそして今度は新しい主人に仕えるためにやってくださったそれが神様からの贖がない。 そしてそのためにイエス様の命という尊い代価が払われたんです。それぐらい神様はあなたのことを愛しておられます。さて今日はもう一つ罪の,奴隷から罪の奴隷からあなたはもう奴隷じゃなくなったんですよね。神様の奴隷になった。 でも先ほど言ったように神様の奴隷は強制的に「あれやれこれやれ」とか言うんじゃなくって自分の意思で神様に喜んで使えることができるこれが神様の奴隷になったということですねところがある人はイエス様が代価を払って買い取ってくれたでも私はあまりにもひどいことをやったのであまりにもすごい罪の奴隷つまり例えばある人が100万円で買われた まあ奴隷になった人だったら100万円払ってもらったらいいかもしれないけど私はとんでもないことをいっぱいやって1兆円の,もうあの罰金というか1兆円のことを払って奴隷になってしまっただからこの1兆円を払ってくれるだろうかイエス様の神様の代価払ってくれたって言うけど私はあまりにもそのひどすぎて奴隷から解放されないんじゃないかと もしかしたら思う人がいるかもしれませんでも神様は完全なんですイエス様の十字架ので死なれたことよみがえられたことこのイエス様がしてくださったあがない代価として支払われたのはイエス様の命ですよもう人でカウントできないです何兆円とか何軒とかって言われたってそれよりももっとすごい金額のものを払ったのと同じです ですからその人が罪の奴隷から解放されないことは絶対にないんですねだからたとえ自分がこういう問題があるああいう問題がある私はこの奴隷だと思ってもいやあなたがイエス様を自分の救い主として信じたならばあなたは罪の奴隷から解放されて今度は神様の奴隷になってるんですもう罪の奴隷ではありませんから罪に従うことはないんですね 今日はこのここのとととでちょっと考えたいことがあるんですねある人たちは自分が奴隷であるとわからないもしくは奴隷でい続けたいと思っている人もいるかもしれませんもう解放されたよイエス様信じたでしょもう自由だよだのにわざわざ自分からまた奴隷の中に入っていてもう主人は全然違うのに その罪の罪方にに行って同じように仕事をするつまり奴隷市場から戻されてそしてもうあの奴隷として働かなくていいのにふって朝起きた時「そうだ私はあの家の奴隷だったな」って言ってその家の主人のとこまで行ってそこでまた一生懸命奴隷として働くおかしいでしょでも多くの人が知らないで罪の奴隷としてもう解放されてるのに。 続けて働くというようなことをしてしまうんですね。今、皆さんは思春期です。中学生、高校生、いろんなものに興味があって、またあのいろんなことにそうですね。いろんなことができる時間とパワーを持っているかもしれません。でもいいことばっかりじゃないんです。思春期っていうのは一体。自分は何者かな？って言って考える時期でもあります。私は一体どういうものなんだろうか。か そしてその中で一番多い問題が私私っっててだだろう私って誰だろうでそのこの混乱っていうのがある中で人が自分をどう扱うかあ自分はどのグループに入ってるんだろうかどこにいる方が自分にとって安定してるんだろうかとかって考えていく中で間違ったグループに入ってしまう場合があります。で特に今多い間違ったグループとは 性意識の混乱がある中で同性愛とか性同一性障害という形で間違ったグループに入ってしまう人ですね。アメリカでは今このこのとが本当にに大きなな問題になっていますで特にアメリカではこの精神科の、えー、とお医者さんが使うテキストがあるんですね。それは何年かにいっぺん新しくされるんですが改訂されるんですね。でその中でもうずいぶん前に 同性愛は同性愛はこれは精神病ではありませんですから治療はしません病気ではありませんということが書かれましたそして去年の5月性同一性障害は病気ではありませんですからこれを治療することはできませんっていうふうに言ったんです。 皆さんも聞いたことがあると思います。同性愛者は生まれつきです。性同一性障害は生まれつきです。だから生まれつきだから変えることができないんですよと。でも聖書はそう言ってますか聖書は同性愛は罪です。男が女の格好をするのは罪ですと書いてますよね。明らかに神様が男、女に作られたのにそれじゃない同性愛者というグループ。 性同一性障害っていう別のグループを新たに作って私はこのグループに入りますというふうに多くの方が今言い始めているんですね。そしてその人たちは特に何が問題か「生まれつきです」私たちはセクシャルマイノリティです」まあいうと性「性意識の中での少数派です」で他の「男は男女は女異性を愛する」 こういう一般的なものではない少数派ですけども私たちも生きる権利が欲しいですだから私たちに権利をくださいって言ってどん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 今広がってきてるんですねでここで何が問題かこれは罪の奴隷と同じことなんですねつまりサタンは別名欺く者嘘つきですですからサタンはどうやって私たちは欺くか 私たち人間が神様を信じないように神様に聞き従わないように神様に逆らう生き方をするようにそして一番神様が嫌う自殺をするように仕向けているんですこれが悪魔がやっていることですこの社会に対していろんなことを通してそうやって教えているんですねでその中で同性愛というものも入ってきます男が男を愛する 女が女を愛する。でこれは生まれつきなんですっていうんですね。でも生まれつきということはどうやっても証明することはできません。ただ彼らは問題を抱えていることは事実です。悩んでます。苦しんでます。本当は異性を愛せればもっと楽なのになぜか同性しか愛することができないんです。私は苦しんでます。そうです。その人たちは苦しんでます。でもその人たちを この治療する治療療すするる方法は実は実あるんですね。臨床心理士の先生方とかカウンセラーとかそういう方々が関わることによってアメリカのデータでは約76%はそういう治療によって変わるって言うんです同性愛者が。なのにアメリカのテキストでは人間が作ったテキストでは治療しててはいいけませんんっっうことになったんで,すですから治療すると法律でこの罰せられるわけですよ。 医者、お医者が、とんでもないことですよね。でも彼らは悩んで苦しんでるんです。どうせしか愛せない。だけどそれでハッピーなわけじゃなくて、いろんな葛藤があって苦しいんです。生まれつきです。治療もありません。治すことも治ることもできないんですって言われたら、その苦しい人たちはどうするか。自殺しか選ぶ道がないということなんです。だから悪魔は治すことができる。 神様によって罪の奴隷から解放されることができるのにそのことはさせないようにさせてるんですね。そしてもう一つこれは自分自身が男である女であると神様に作られたのにそれを受け入れることができない心の病です。しかしこれを病じゃないっていうんです。あなたはそのままでいいとえ。性転換手術をすればいいじゃないですか男にもなれるよ。 女にもななれるよ真っ赤な嘘です男にも女にもなれません手術をしてもホルモン注射してもひげが生えてきても声が変わっても絶対男にも女にもなれない子供を産むことはできないし自分の子供を産ますことはできないんですよ形だけですよ格好だけ外側だけしか変えることはできない内側の機能は何一つ変えることができない男にも 女にもなれないんですなれないのにまるでなれるかのように言いますそしてそれ以外の治療がないように言いますでもそれも治療によって変えられるんです性転換手術をしてから後悔した人たちが自分たちの,この今まで学んできたこと教えられたことこれ以外に治療法がないっていうのは嘘だったって言って多くの人たちが裁判をしてるんですまたそのことで苦しんで手術をした後で自殺する人も非常に多いんです 何度も言います。彼らは自殺をするんです。ハッピーだと言いますが、心の中の平安はないです。なぜですか神様に逆らって罪の奴隷として生きているからです。神様を信じることになれば、イエス様を信じれば神様から力をいただくことができます。そしてその神様の力によって罪の奴隷から解放されて贖がない出されるんです。もう罪に従う必要はありません。ですから、 そういう性意識の問題で混乱している人がいたら是非神様に祈ってください。私はあなたが作られた性を受け入れることができるように助けてくださいと。また問題を抱えている人は相談しに来てください。私のところでもいいですしまた誰かに相談してもいいでしょう。変わることができる変わった人を私は何人も会いました。 そしてその人たちはかつてよりはハッピーだと言いましたあの時はハッピーだと言ってたけど心にはいつも悲しみがあり苦しみがあり悩んでました奴隷だったんですでも今は解放されて本当の幸せを持ったと言いました最後にもう一つアメリカで今とんでもないことが起こりました同性愛のカップルが、えー、と結婚する時のウェディングケーキをあの作ってくださいって言った時にいや 私たちはクリスチャンですから同性愛の方の結婚式のための、えー、とケーキを作りたくないんですって言ったんですねそしたらそれは差別ですそれはしてはいけないことです彼らはえっ、ー、と13万5千ドル支払いを命じられたんですねものすごい莫大な金額そして彼らが持ってたベーカリーっていうかそのねお店も潰れました でも潰れただけで、ね、罰金を払いなさいと裁判所がそう言ったんですなぜですか彼らの、えっと、ことをその前で差別したからですでも人はいろんなことで嫌いだとか嫌だとかこうしたくないってことありますよねそして彼らは神様に従ったんです罪を犯す状況に私たちは応援したくありませんとだから私たちは 同性愛の結婚式のためのケーキは作りたくないんですそれを祝うためのケーキを私の心としては信仰として作ることができないのでお断りしますって言ったんですね何も問題はないはずですでもそのことがこんな風になりましたこれからどうなるかわかりますか同性愛の結婚はアメリカの国の法律で認められましたある人たちが教会に来て私たち結婚したいんです同性愛のカップルです 牧師ささん、司式してくださいって言いいます。いやいや私ができませんじゃああなたは法律を犯すんですか牧師は神に従ってそのことをノーというか当然裁判を受けてものすごい賠償金を払わなきゃいけないことになるでしょうそれともアメリカの国の法律に従ってやりたくなくても同性愛の結婚式の叱式をするのか選ばされるこんな時代になってきてるんですね。 神様は私たちを罪の奴隷から解放しようとしてくださっていますしかしこの地上はその奴隷たちが神様の栄光を神様を信じる人たちを苦しめるためにまた神様の信仰が馬鹿にされるために彼らはどんどん悪魔に従いながら多くの活動をしていますどうかこのためにも祈ってくださいじゃあお祈りいたします 愛する天の神様神様は私たちを贖い出してくださいました代価を払って買い取ってくださったのです私たちはもう罪の奴隷ではありません自由ですそして神様に心から使える神の奴隷として今は生きていますありがとうございますしかし悪魔は私たちをまた罪の奴隷にしようと誘惑していきます どううかそれれらにに誘惑ささないい。ように助けてくださいまたこの世界は本当に罪の奴隷として人々が惑わされていますどうかその人たちが目を開くことができるようにしてください目を覚ますことができるようにしてくださいその嘘を信じたために多くの人が自殺をしていますその彼らを助けよう彼らを受け入れようと言っている慈善家たちが 実は彼ららをを死に追いいいいっているという事実を知らないでいますどうか神様この間違ったことに世界が気づくようにしてくださいそして私たちが本当の信仰を持って罪は罪とはっきり認めて罪に従わない罪を犯す者を喜ぶようなことをしないという決心を持って生きていけるように助けてください。あなたが このクリスチャンたちをしっかりと信仰でもって立たせてくださるように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン